ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回紹介する焚き火台は、ウルフ&グリズリーのファイアーセーフ。どこをとってもワイルドな名前ね。ワイルドなのは名前だけじゃないぜ。ええー。どうワイルドなの？その前に、組み立てを見てみよう。このいつものおじさんの動画か。どこのおじさんでも組み立てられるほど簡単だ。外枠パーツに中のパーツを蛇腹状にはめれば完成だ。話してる間におじさん組み立ててるね。本当に簡単なのね。ついでに五徳も紹介するぜ。これもワイルドウルフなんとかの？いや、これは鹿番長ことキャプテンスタッフのものだぜ。なんで鹿を勧めるの？動物つながり？ウルフ&グリズリーの五徳は高い。鹿はアマゾンで1000円以下で買えちまう。アマゾンにも鹿がいるの？サイズもいい感じ。違和感はないわね。早速、焚き火するみたいだぜ。上に薪が乗る感じだから五徳がいるのね。調理するには必要なんだ。まあ直接薪の中にクッカー突っ込んでもかっこいいけどな。そっちの方が名前には合ってそう。ここで、アマゾンシカの登場ね。焚き火台との距離感もいい感じ。ほんと、ちょうどいい感じに調理できそうね。アヒージョかしら？そうみたいだな。なるほど。地面に近いから直火感覚を味わえるのね。そうだな。夜はもっと直火っぽいぞ。ほんとね。おじさん大満足ね。調理シーンを普通に撮るだけでかっこいいぜ。鹿肉かしら？多分違うぜ。今回は焚き火台と、五徳を紹介してみたぜ。動画が参考になったらグッドボタンを、そして、チャンネル登録もな、よろしくお願いします。